こんばんは。久々のハサタロ。さっきスーパーでうずらの卵を買ってきました。これ10個入ってます。よく動画とかでも 見るんですけど、うずらの卵を孵化させてみたみたいな。自分もずっとうずらっていう鳥が、小さい頃から好きで、どうしたらうずら手に入るのと思ったら、意外に近くスーパーにずっと売ってたんですね。で、なかなか挑戦する気にはならなかったんですけど、動画で見るだけで、今日ちょっとなんかちょっと気持ちが高ぶって、うずらのがちょっと頭に浮かんで、野菜と一緒についでにうずら買ってきました。10個あります。この10個の中に、10個の中に本当にその孵化するものがあるか分かんないんですけど、たまに有精卵が入っているらしくて、それを育卵機などに入れて、15日間温めると、うずらが帰ってひなが帰ったりすることがあるそうです。ちょっと今育卵期がないので、40度ぐらいの冬に、北海道を挟んでこうタオルでくるんで、これでちょっと今温めてます。まだ温め出してまだ1時間も経っておりません。これでもし帰れば僕は母になります。うずらの母になります。もしも帰らなくてもしっかりと加熱調理して全部いただきたいと思います。なんせタンパク質だから。うずらがもし帰ってきたらすごくどんな気分だろうな。嬉しいかな。焼いて食べちゃうかな。もう嬉しいかもしれない。また10日後、いや約2週間後にまたアップしたいと思います。それでは、はっさ。